はい、どうも、こんにちは。アップル信者の瀬戸康史、ついにビジョンプロ手に入れました。やったー。遅えよ、瀬戸康史、お前、2月2日から発売してるものを3月の19日に手に入れてるやつがいるかって言うんだよ。速報で開封レビュー出すんだったら、とっととアメリカに行って、ビジョンプロ取りに行ってこい。本当にそうなんです。すいません。本当に申し訳ございませんでした。3月の19日来ましたけれども、2月2日発売、アメリカ限定発売っていうことになってます、今のところ。なんで、日本のアップルストアで購入することはできないんだけれども、日本にいながらにして、アメリカのアップルストアにこうアクセスして、予約とかすることによって、購入することはできます。ただ、日本に送ってくれないので、向こうのアップルストアに、もう勇者たちは、もう先月手に入れた勇者たちは、アメリカに行って、アメリカで取ってきて、でここに日本に持って帰ってくるっていうね、ことをしていたわけなんですけれども、私はそこをちょっと横着してしまいまして、だってこれさ、定着するこれ、箱でけえしさ、初代っていうのはやっぱそのなんだろう、際物アイテムというか、物好きアイテムというかね、ガジェットオタクたちが買うものみたいな、なんつんだろう、ちょっと正直テンションが上がりきってなかったところがあって、いやいいでしょみたいな。だってアメリカいきなり行くってさ、どんだけ金かかんのよって。これ50万するけど、もう50万もまた50万かかっちゃうじゃんみたいなのもあって、買えるんだったら日本から買おうっていうね、家にいながらにして買えればいいじゃんっていう作戦を俺は取ったわけです。その結果ですね、やっぱりアメリカのアップルストアの予約争奪戦に参加するっていうのはやっぱめちゃくちゃハードルが高くて、まあその当時ね、1月の19日かに予約がスタートしたんだけど、もうその時ももうやっぱさ、猛者たちがいるわけよ。日本にはもうなんか英語ペラペラでなんか何でもできますよみたいなね、あの優秀な人たちがいて、そういう人たちがパパパって買っちゃうんだけど、俺はそこでやっぱりあの負けてしまって、2月2日に手に入らず、俺その時点で手に入るのが3月とかだったの。3月の8日みたいな。で、わーって言ってたら、だんだん早くなったのね。多分みんなキャンセルし始めたんだと思う。これの評判が、まあこんなもんなんだなみたいな YouTube レビューが出て、で、どんどんキャンセルが入ったかはなんかで、俺のこの届く日がどんどん早くなっていったの。で、俺、これ2月中いけんじゃんみたいな。2月中になったのよ。で、2月の25ぐらいかなに発送はされてたんだけれども、そこから僕はどうやってこれを手に入れたかっていうと、日本には送ってくれないので代行会社っていうのを使いました。アメリカのそのとある住所があって、そこに送ってもらう。そしたらそこにいる代行の人が、僕の家に送ってくれるっていうね、間1個挟むみたいな、そういう代行業者を使ったんですけれども、これに時間がかかった。まあ今回まあ反省点としては、お前アメリカ行けやっていう、アメリカ行けやよかったじゃんっていうのが一つと、代行業者時間かかるっていう、この2点かな。本当にまあ勉強になったっちゃなったけどね、代行こんな時間かかるんだっていう。その僕が使ったそのスピアネットさんっていうところは、なんかたまたまその倉庫の入れ替え時期か分かんないけど、あと殺到したりとかすると全然こう進まなかったりとかするみたいで、僕のアップルアカウントを見るともう到着してますって書いてあるのに、そのスピアネット上では全然反映されてないみたいな。で、大丈夫ですか、ついてますかみたいな問い合わせを2回ぐらいして、やっと3月の19日に届くという、もう発売されてから1ヶ月半ですよ。もう自業自得としか言いようがありませんが、まあ俺はもう日本にいながらにして手に入れたんで、日本発売前に手に入れることはできたんで、まあよしとしましょう。はい。こっから日本発売、例えば6月の WWDC とかで、日本でもこれ発売しますよみたいなことになれば、また盛り上がるでしょ。ということで私はもうとりあえずこれレビューしようということで、これ持ってきました。瀬戸康史の動画。はい。ということで購入したのはこれだけではなく、これも買ってます。はい、これ見せた方がいいか。トラベルケースです。もうトラベルケースがこのラグビーボールみたいなトラベルケースですから、もうこれトラベルっていうか、これが邪魔だよね。もうすでにトラベルに持っていきたくないデカさなんで、なんだろう、こうトラベルケースに入れるにしてもそれなりの覚悟が必要な感じはしますね。だってこれさ、旅行用のカバンにこうポンって入れるって結構かさばるでしょ、これ。結構かさばるでしょ。なんかすっごい肌触り良いけど、これね、これぐらいの大きさです。これトラベルケースで、これで、これはですね、非常に大事です。いろんなタイプがあるんだけど、例えばこれはメガネのままかぶれるのね。メガネのままかぶれるから全然いいんだけど、このビジョンプロの場合はですね、メガネのままできないらしいのね。
そうすると俺メガネ外さなきゃいけないからめっちゃ目悪いわけで、その視力を矯正するためのレンズっていうのも自分の目に合わせて作らなければいけません。これもまた大変だった。なんかもうなんつうの、裏技みたいなもうこれ裏技でしょみたいな方法で、なんか SNS とかでいろんな方に教えていただきながら、これゲットしました。なんかアメリカの眼科医にちゃんと検査してもらいましたよみたいなこう証がなんか必要らしくて、でそれをなんかネット上で日本にいながらにしてゲットできる方法があります、そういうサイトがあるんですみたいなでそのサイトで手続きしてちょっとお金払うとなんか向こうの処方箋みたいなのを出してくれて、それをアップルに提出することで、はい分かりましたってアップルさんがこれを送ってくれるという仕組みでございます、はい、ということで今日はねもうちょっとあの定着、どうせ定着しねえだろって今思ってるでしょ。定着しません、絶対に定着しません。こんなもの、こんなもの絶対に3日使って終わります。そう断言しておいた方がいいでしょう。なんとなく瀬戸さんどうせ使わないんでしょって思っておいて、いや実は使ってますけど、毎日使ってますけどっていう方がなんかちょっと心がいいじゃん、心がいいじゃん、うん、だから俺はね、理想としてはこの家で俺編集するときって、ここにある今もう70万になっちゃってるアップルのプロディスプレイ XDR っていう、これ32インチだったかな、アップル純正のディスプレイ、これで僕は編集しています。ただじゃあお家に帰った時に編集する時ってどうやってるかっていうと、もうこの MacBook Pro、M3 MacBook Pro の16インチのもうフルスペックモデル、これね全然レビューも何もしてないけど、あんまなんか、まあ、使っててもよくわかんないんだけど、なんか 黒いなみたいな、ね、黒くて、俺前14インチ使ってたからなんか16インチになって大きくなったな、黒いなみたいな。ただ編集するときにプロキシを使わなくなったっていう非常にこう俺にとってはインパクトのある出来事が実は起きてるんだけど、まあそれあんまり詳しく言ってもちょっとみんなわかんないと思うんで、で俺何の話してんの、なんでこれ持ってきたの、あれなんでこれ持ってきたの、俺あれ MacBook、あーそう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 、16インチの MacBook でお家で編集しています。ディスプレイがこれ16インチのちょうど12時だ、ちょうど12時になりましたけどこの16インチの1画面で俺はお家で編集することになる。お家帰った場合ね、お家帰った場合そうなるんだけれども、俺が夢見ているのはそんなお家でもですね、これでドーン超大画面、もう16インチじゃなくてドーンでもう70インチ80インチ、この MacBook の画面を出力できるのは1画面のみなんだけれども、その1画面バーンって MacBook 出して、で、そのサイドとかにこの Vision Pro アプリっていうのかな、なんか iPad アプリみたいなやつで、こう例えば俺だったら Notion とか、Chrome とかわかんないけど、そういうアプリをポボボボンって出して、でもう家でも大画面で編集できますみたいな。結局僕がこの部屋で編集するメリットっていうのは、あのディスプレイとあと音ですね、ちゃんとしたオーディオインターフェースつないでスピーカーもでっかいのをポンポンと置いてるので、まあ、そこが編集に集中できる環境として優れているっていうことなんだけれども、もうだって音だって別に俺イヤーポッツでも全然編集できるし、あと画面もこいつで解決できるんだったらお家でね、まあもちろんプンタ君が声かけてきたり遊んできたりするから、そういう意味ではその何横やりが入るところはあるんだけれども、家でも大画面で編集できる、あれこの部屋いらねえんじゃねみたいな。でドリキンさんはなんかこれゲットしたらなんか全部モニター捨てるとか言ってましたけど、捨てたのかな、わかんないけど全部モニター捨てるって言ってたけど、まあ、そこは捨てるとは言ってないかもしれないけど、もう家にあるモニター全部撤去したいみたいなこと言ってたんで、俺もよ、もしこれがもう俺にもうドストライクヒットしちゃったら、まあ、はいこれもう売りますみたいな、もううちにディスプレイありませんみたいなことになるかもしれませんね、はい、ということでこちらもうね、あの前置きなんかちょっと長いね、ちょっと長いね、もう興奮してるから、興奮してるからちょっと長いね、はい、早速ちょっとこいつは置いといて、このビジョンプロ開封していきたいと思います。瀬戸康史の動画、さあそれでは開封していきましょう。こちらドドーン、アップルビジョンプロでございます。はいはい、ビジョンプロ、これねジャパンではですね、ちょっと今のところ手に入らないものだからね、ちゃんと皆さんにお見せしていこうと思います。じゃあ行きますよ、せーの、ペリ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 、うおほほほほい、よいしょ、おいよいしょ、おいでっかいですね、はいこっちのペリペリもペリ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 、はい、それでは開封しますよ。これ$3,499、日本円で50万円するものでございます。いろいろそのなんか配送代とか税金とか含めて全部で、コイルツラも含めて60万円ぐらいしています。それでは開けますよ、せーの、へっ、
おー、箱が重い。はい、こちらビジョンプロ、私ノータッチでございます。他の人のものを触らせてもらったとかそういう経験もないので本当にファーストタッチです。いきます。あ、これカバーついてんだ。ちょっとこれはまだ下になんか入ってるだろうけどちょっとどけるね。なんだろう、ここだけ見るとなんかすごいかわいい、お尻みたいだね、お尻みたい。おう、でここはなんかダイオウグソクムシって感じだよね。うわ、この髪もめっちゃよくできてるよこれ。ここがさ、すっごいなんかよくできてるっていうか、なんかこれ作るの大変だったんだろうなって感じがするよね。メタクエストプロはここはこんなんです、このゴムパッドみたいな感じですけれど、ビジョンプロはここをふかふかのこれでやってくださいっていう感じね。このフィット感良さそうだね。で、頭のサイズとかも予約の時になんかこうフェイス ID で測らされて、僕はこの M のバンドになってますね。これ M って書いてあるでしょ。ほんでここにダイヤルがありますね、これ。うわ、すげえ。マジ？ここが閉まっていくんだけど。はい、今緩めてる状態です。ここの高さ見ててくださいね。閉めますよ。すご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 、持ち上がる、ちょっと持ち上がったの分かる。あ、この紐だ、ここにオレンジの紐が取ってるよね。この紐を締めてるんだ。なるほどね。おー、ようできてるやん。ここはどう締める。あ、取れた、ちょっと待って。あ、すごい、ようできてんね。はい、このオレンジのタグ見てください。これを引っ張るだけなんですよ。ほう、すごっ。で、つける時もカチャ終わり。すごい、反対もか。あ、反対も同じようになってますね。あ、ようできてるねこれ。何この仕組み、謎なんだけど。で、ここに何かポコッとしたものがあって、で、ここにもポコッとしたものがあって、で、ここに何かねじる何かがあるね。なんかつけるんだろうな。で、内側、うわー、きたー。ちょっと俺の唾かかんないようにしないとね。すごー、ここを覗くわけね。はい、で、ここに、あ、すっごいふかふか。ふかふか、なんだろう。あ、これなんだろうな、なんか触ったことあるふかふか感だな。これなんだろう。はい、皆さん、ついに見つかりました。こちら、昔紹介したおっぱい iPhone ケースです。これのここが、このこれに似てるんじゃないかと思って、このムニムニ感比較しちゃうんだけど、これめっちゃ硬かったです。ここが、あ、ここヒラヒラなんだ。すっごい軽い、何も触ってないかのようなヒラヒラですね。光をなるべく入ってこないようにしなきゃいけないから、こういうのってね、没入感のためには。だからこういうヒラヒラをつけてんだね。で、ここ行こうか。ここね、行きますよ。こっから開けるのかな。行きます、せーの。うおー、かっこいい。うわ、あ、これフィルムが、あ、フィルムじゃないフィルムじゃない、ほら、カメラがついてるの分かる？カメラみたいなのがついてるよね。で、ここにもついてる、これもね。上は違う、上はないか。おー、あ、ここにあれだね、 AirPods Max の感じだね。アルミのところにこういうボタンがある感じ。あと、これデジタルクラウンね。 Apple Watch とかにもついてますけど、デジタルクラウンみたいなのがこうついてたりとか。この上はこれ穴ですね。何かこう空気が出てくるのかな。はい、こうなって、で、下は、はいはい、ここね、このブツ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 はね、プロディスプレイ XDR っぽいこのブツブツ感。あと Mac Pro ね、 Mac Pro っぽいブツブツ感。で、ここにもキャメラとかマイクとか、なんかいっぱい穴が開いてるね。これなんかやってるよね。ただなんとなくなんかかっこいいからつけた穴ではないよね、絶対ね。はい、わからないまま触ってますよ何もわからないまま触ってますからね。あ、え、あ、おおおおおお、取れた取れた。あ、すごい、こんななんだ。これが一番シンプルな状態かな。すごい、すぐ取れました。ここに、あ、これがライトシールかな。これも最初に予約するときに測定して、もらったやつ。あ、これだ。はい、こちらご覧ください。 33W って書いてありますね。これが僕のライトシールのサイズでございます。このライトシールと呼ばれるパーツとこのバンド、僕の場合 M サイズですけど、この2つで、フィット感が決まると
ということですね。でこれ2つとも僕にちゃんと合わせた、フェイス ID で測定したサイズになっているので、これを例えば僕がお家に持って帰って、妻の C さんにちょっとはめてみって言っても、まあ、見れるだろうけれどもジャストフィットにはならないということです。そこはちょっと注意しなければいけません。これを変える必要があるということだね。だからこのライトシールってやつをもう一個買って、あとバンドとかも合わせてカチャッと、すごいマグネットでカチャッてはまるのがいいね。もう一回やろうか。はい、こうなってるところにもうこれを、はい、カチャッと、こうなってるところにカチャッと、でこのバンドもつけるのは簡単ということでいいのかな。うん、カチカチっていくだけだから楽だ。本当に外すの楽だね。オレンジのバンド引く、オレンジのバンド引く、これパカッて外す。これ外す必要はないと思うけど、こんぐらい簡単にパチパチパチ、うん、これ慣れればもっと速くなると思う、うん、おすごい。なんか物としてはやっぱり高いだけあります。もう50万ですから、$3,499だから、あのもうすでにすごいいい感じは伝わってきますね。あーでもちょっとね、気になるのはやっぱこの図量だね。図量クソ重いらしいです。だから定着はしなさそうだなって僕は勝手に思ってるんですけど、そこはどうなのかなというところですね。じゃあちょっとこれ締めておきましょう。こいつはもうパコンって入れるだけでいいのかな。あーようできてるね。なんかよう作ったね、このハマり具合もさ。じゃあいきますよ、パコ。あーいいね。でなんか外れにくいのが面白いね、これね。ちゃんとここでこうやって外すみたいな。はめるときは反っていくけど、外すのなかなか難しいみたいな。おお、ようできてるね。あ、これはちょっと外れやすいね。なるほどね。はい。いいよ。非常にクオリティが高い感じが伝わってきます。まだ何にも見てないけれども、非常にグーな感じがします。はい。ということでこれが本体でございました。てて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 て、これ何の歌だっけこれ。瀬戸康史の動画。開けるよ。てりりん。おおい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 、ちっちゃいホピロン。ライトシールクッション、これはハロー来る。お願いします。ポリッシングクロス。あー、アップル布だ。アップル布だ。これアップルのロゴ入ってる。あ、すげえ。はい、こちらご覧ください。ビジョンプロ布です。うわ、これメルカリに出したらいくらで売れる。じゃあこのライトシールクッションいこうか。これなんだ、取れないぞ。こうなってる。あ、だからあれだ、クッションだ。ちょっと開けるわ。開けちゃう。これは、あー違うわ、サイズ違いですね。はい、ご覧ください。こちら W プラスって書いてありますね。で、もともとこの本体についていたのが、はい、W だ。W プラスをくっつけられるってこと？あ、行くわ。はい、どっちが W プラスでしょう？答えは、こっちです。W プラスでーす。え、これマジでわかんないね。あ、全然違う、全然違う。はい、どっちが W プラスでしょう？こっちだ。だからこれ肉厚になったってことか。あ、これちょっと迷うね。これどっちに、これどっちにしよう。はい、ということで、ここ。何入ってると思います？これ。充電器かな？じゃあ行ってみるよ。ビジョンプロの部分いきます。せーの。ドン！あ、デュアルループバンド。そう、これはね、はめた方がいいらしいよ。なんかね、この状態、ノーマルの状態だと、ここだけなんだよね、ホールドするのが。頭をこう前後から押すような形でつけるから、このどうしても圧迫されて重さを感じたりとかして疲れるらしいんだけど、このデュアルループバンドで頭の上の部分ね、ここにこうはめると思うんだけど、そうすれば上から吊ることができるから楽にできるということみたいですね。これついてんだね。じゃあちょっとまずこのビジョンプロ、なんだろうな、これ、アクスタ、ビジョンプロアクスタです。はい。あ、ビジョンプロボンだ。ビジョンプロ薄ボンだ、これ。おお、おお、この人。この人はさ、この人は実在の人物なのかな。え、ビジョンプロ写真集ってことこれ。やば。これメルカリ、やめなさい。じゃあちょっとビジョンプロ写真集、これ全部見せちゃっていいのかな。写真、全然写真集。マニュアルでした。写真集が良かったなぁ。はい、こちらバッテリー入ってるみたいね。で、これデュアルループバンドってやつもこれも入ってると。で、USB-C のチャージャーも入ってると。はい。あー、これね。あ、説明書だ、これ。これ読んじゃったら面白くないな。読んじゃったら面白く、あ、でも一応写真集っぽさはあるよ、これ。ほら。バッテリー。これバッテリーだわ。これにカチャってつけるんだ。で、カチャってなって垂れ下がったこれをなんかポケットとかに入れといてってことになると思う。はい、ほら。バッテリーこうはめて、で、レンズ、あ、そう、レンズつけてないじゃん。俺のサイズの。このレンズもつけなきゃいけない。はい。で、
おお、あ、この人いるの？いそうだね、本当に。これ CG じゃないっぽいね。はい、こうやって後ろからはめましょう。で、これクリクリってこれをねじって、で、こうポチッと押すと。そうすると iPhone でセットアップすると。はい。おお、こうね。なるほど。はい、これです。うん。なんかね、Apple の公式の PV では、なんか堅くなにこれをつけてないみたいなことを言ってた人いますけど、基本的にこれをこの映像、この写真ばっかりで、これ出さなかったみたいな。あ、そっか。これ、後ろもなくなっちゃうんだ。このふかふかのさ、この布の部分もデュアルループにするとなくなっちゃうってことなんだね。着脱してこれ、あ、確かにこれダサいね。うん、ダサい。じゃあ次。はい、これ、オレンジのタグで外すのは私学びました。で、デュアルループバンドのはめ方これか。あー、確かになんかバンド感すごいね。あー、そうか。でもやっぱりこれの方が楽なんだろう。あー、もう明らかにかっこ悪くなっちゃってんじゃん。このバンドの主張が強くなっちゃってる。この人も髪型もなんかこの結び目が後ろになっちゃってるもんね。あー、こうやって後ろにギュッてやってくださいねと。あー、まあリアルでそうなっちゃうんだよね。最終的にやっぱりね、メガネ型みたいなスチャみたいな感じになってほしいけど、今のところはこんだけやらなきゃいけないと。なんかもうほら、これデュアルループバンドのページ長いじゃん。ちゃんとこの本体の部分を持ってくださいね。ライトシールの部分持たないでね。なんでかっていうと、ポロンって外れちゃうからだ。そう、これやっちゃいがちだね、これね。ほら、取れちゃうじゃん。これは人に貸すときとかこれ要注意かもね。ここ持って落とすみたいなことありえるね、これね。まあ、お手入れの仕方ってことかな。バッテリーはこれ横に巻いてね。縦に巻かないでね。ということで、ビジョンプロ写真集でございました。瀬戸康史の動画。ということで、もう内容物分かってしまいましたね。これデュアルループバンド。さっきのやつね。これがデュアルループバンドで、おー、出たー。うわ。これバッテリーは使わなきゃいけないよね。まあ経験だからね。これも出しちゃおう。なんかこれさ、戻せないんだよ。こんな綺麗に入れてくれちゃってさ、なんかこれバラバラにしちゃって、たなみたいな残念な気持ちになっちゃうんだよね、私。おー、なんかすごい、なんか重いし、え、アップルのモバイルバッテリーみたいなもんでしょ、これ。うわー、なんかいいな、これ。なんかこういう金属の塊みたいにスマホ出してほしいな。アップルガラケーいいじゃん、これ。ここにアルミのボタンみたいにつけてさ、くっそ重いの。あ、そう、ライカだ、ライカの感じある。そう、俺さ、これさ、50万だ、合計で60万だとか言ってますけど、俺、最近240万のカメラを買ってしまってるので、なんか、値段の感覚がちょっとバグってるというか、あれ、60万？あ、ライカより安いじゃんみたいな感じにもちょっとなっちゃってるとこあるんだけど、おい、ちょっとこれ、ライカの重みなんですよ、これ。金属の塊感って、高級感が出ちゃうっていうのかな。なんだろう、この、すごいいいよ、これ。実際持ち運ぶとなると、すっげえ邪魔くさいだろうけど、持った時の感じ、うん、すごいいい。あと、めちゃくちゃ冷たいです。あ、夏は暑くなって、冬は冷たくなるのかな？ちょっとなんか、使い勝手としてはどうなのかわかんないけれども、高級感めっちゃありますね。おぉ、こんな感じになっていて、ここですね。ほら、これだ。これを、スチャってはめんでしょ？はい、このバッテリー側のチョボを、この白丸の方のチョボに合わせて、こうくっつけます。パチ。で、ひねる。グッ。そうするとバッテリーから充電されるということが、こうなるんだ。だからみんなこれをかぶって、これをこうかぶって、これをなんか胸ポケットとかわかんないけど下のポケットとかに入れて、これで街をかっ歩するということですね。なるほど。はい、ご覧ください。こちらのバッテリーのここに USB-C 端子を発見しました。ここにこれケーブルを挿せば、こいつ経由でバッテリーも、こいつ自体にバッテリーはあるのか、よく分かってないんだけど、こいつの充電もあるってことなのかな。で、こいつ自体に USB-C 端子はないのか。さっき発見しなかったよね。だから絶対これをつけなきゃいけないってことか。こいつをつけて、こいつ経由で USB-C でこうやって給電しながらやるってことだから。ちょっと俺、何も分かってなくて何も分かってないんだけど、一応こういう状態の、なんかクソダサい状態に今なってしまいました。あとは、あ、あれ？ちょっと待って、これはなんだ？これは充電のちゃんとしないとね。充電の仕方がもう新しいものだからさ、iPhone とかだったら、はい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 みたいな、これはこれですね、これこれですねって感じだけど、これ知らないものだから、なんか新鮮だわ。あれ、これ何に使うのみたいな。ね。だから何にも情報入れてない方が楽しいですよね。はい。これ AC アダプターですよね、Apple の。これ何ワット？ 30 ワットです。30ワットの
小型の AC アダプターがあって、こうして、これで、これ USB-C だね。これをだから、バッテリーに挿せってことか。俺この CIO の紫のやつ挿しちゃってるけど、やっぱこれ Apple で行きたいよね。Apple で行きたいよね。はい、これを、これ挿して、はい、Apple 純正です。はい、これが純正の使い方です。はい、最後はこちらですね。ドン、デュアルループバンド。開けましょう。いやー、これか。お、なんかすごいね。なんかこんなバンドの入れ方見たことないんだけど。いや、畳めばいいじゃん、これ。おしゃれに見せるためにね。ここまでやるんだ。でもやっぱりね、高級感はあるよね。やっぱ50万だから。50万するもんだからね。はい、バンド1個さ、入れるのにこんな入れ方。これ M というサイズみたいですね。ちょ、一回つけてみる？充電中のビジョンプロです。オレンジ、パン。オレンジ、パン。取りました。で、ここに、こうなるってことか。だからもうこれ、あ、本当に楽だね。この付け外し楽なのは、めっちゃいいです。パチンと。もうこれではまった。でもこれだと小さすぎるから、ただここでやるか。こうして、これな。ここなんとかなんなかったかな、アップルさん。これさ、なんかね、ダイヤルでさ、これネジ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 みたいなさ、ここにもダイヤルつけてよって思うんだけど。アップルさん。ね。これだけなんかさ、プロモーションビデオ用に見た目のためにこれだけなんかかっこよく作ってさ、結局みんな使うのこれでしょ？長時間使おうと思ったらこれになるわけでしょ？これ、嫌じゃん、これ。結局アップルここなんかイノベーションできなかった感じするな。従来のバンドじゃん、これ。ね。やりづれえじゃん。しかもこれダブルでやんなきゃいけないんだよ、ダブルで。こう、ほら。マジックテープじゃん、これ。ヘニャヘニャ感みたいな。まあこれメタクエストとかもそうだけど、やっぱどうしてもね、このふにゃふにゃバンドの感じが、こっちはかっこいいんだけど、こうなんかバンドみたいな、ふにゃふにゃの布みたいなのが入ってきちゃうから、やだー。この音やだー。ベリっていう音やだー。まあ俺のアップルウォッチもマジックテープだけど、マジックテープ便利なんだけどね。便利なんだけど、なんか、ここをイノベーションしてほしかったな。だからこの構造を取り入れたニューデュアルループバンドを出してほしいです。ティムさんお願いします。瀬戸康史の動画。あ、ちょっとまだあった。まだありました。ドーン。これも開けちゃおう。ビジョンプロ、トラベルケース。俺さっきちょっとでかいって言ったけれども、俺この質感なんかめっちゃ気に入ってんのよ。このシャカシャカ感。もうすでにシワついてますけど、このシワ感がおしゃれというか、ね。なんか触りたくなるシャカシャカ感です。はい、じゃあ開けてみましょう。うわ、すっげえ勝手チャックだな、これ。肩チャックですね。え、最後まで行かなきゃダメなのか。肩チャック、後ろまでガッとやって、ビジョンプロドン。うわ、なんだ、こっちから行こうか。え、何、どうした、どうした。うわー、ビジョンプロトラベルケース。まずこのカバーつけて、で、ここに入れろと。あー、これあれか。バッテリー止めるとこだ、これ。ここバッテリー止めだ。はい、こうなるみたいです。あ、ここにアクセサリーポーチって書いてある。この真ん中にポーチが入るんだ。わお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 、トラベルケースでもこれなんかやることありそうだな、いろいろ。これ、ポーチ？トラベルポーチ。アップルのポーチじゃん、これ。ちょっと待って、もうなんかビジョンプロとかじゃなく、このアップルがポーチ出してんじゃんっていうところに俺は燃えてるからね、今。アップル燃えだから、だからさっきのアップル布もありましたけど、アップルが布作ったんだとか、これアップルのモバイルバッテリーじゃんみたいな、そういう風にこう想像膨らまして楽しんでるんです、僕は。だってこれさ、別にこれに使わなくてもいいわけじゃん。ね？なんだろう、これなんだろう、お弁当はちょっとちっちゃいな。なんか入りそうじゃん、何か。なんだろうな、みんな何入れる、何入れる。めっちゃいいの見つけました。二つ。はい、こちら。レンズ。これ、小型でしょ？赤い！赤い！で、もう一個さらに実用的なのあります。はい、いきますよ。ててー！コンデジです。これは石井正則さんからいただいた、富士フィルムファインピックス F710 という2005年、20年ぐらい前に出た、このオールドデジカムです。はい、いくよ。入るんです。うわ、これだ。レンズよりもちゃんと閉まる。あ、これだわ。アップルポーチ出してないでしょ、だって。ありがとう、ありがとう。お、すげえ。うわ、この仕組み見て。いくよ。今これ、ここね、これってさ、こうした時にこう乗せるためのこのガードみたいなものが、
ここにあるわけで、このガードの位置をこうね、こうマジックテープみたいについてて、ほらスライドできんの。うわ、くそ凝ってんじゃんこれ確かに200ドルぐらい、199ドルか、結構高かったけど、すごっ。このままポンでいいのかな。まあ入るね。これを前後にずらす意味ってあんのかな。これでいいのか。これただ入れただけだとこうグラグラグラってなっちゃうけど、これをキュッてキュッてこう押さえつけることによって、これが揺れにくくなるっていうことなのかな。でこのポーチがここに入るらしいよ。このポーチに多分そのバッテリーのケーブルとかかな、あ、アダプターとかか、 AC アダプターと USB-C ケーブルこう入れて、でここに、あ、すげえすげえ、これここにちゃんと入れてくださいねっていうある、あるわ。バッテリー様のペットじゃんこれいきますよ。こう来てこうですよ。これ見て、ここのフィット感やばいんだけど。であとはこうなんかシャカ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 ってやって、こう入れとくってことかな。こんな感じかな。でここをキュッとすると、まあクシャッとはなるけどね、こういう感じかな。うわ、ようできてる。あとはこれですね、このバンドも持っていきたかったらここに入れちゃえばいいのかな。こうやって入れて、あと AC アダプターとかケーブルをここに入れて、これで終わりかな。いっちゃうよ。はい、パコン。あ、一応ビジョンプロって書いてあるから、これが上なんだろうね。こうなる形だね、こうなる形で、この激重チャックをすんごい硬いですね。はい、こうつけて、これここ少しね、少し伸びます。ここ少し伸びる。これで持っていくと、うわ、ようできてるなこれ。これはちょっと買ってよかったかも。瀬戸工事の動画。はい、長々と開封しておりますが、次です、最後です。私がこのビジョンプロをつけるにあたって最後にやらなければいけないこと、それはこちら、レンズを装着することです。こちらのビジョンプロ、メガネを装着したままつけられないんですよね。なので裸眼ではめることになる。で裸眼の視力を矯正しなきゃいけないんで、このサイズのね、これをつけなきゃいけないんです。じゃあちょっとつけましょう。これ非常に大事なものですからね、落として傷つけたりとかしたらやばいんで、慎重にいきます。ペルペルピン。今日初めてプーン出たわ。プーンも忘れるぐらいの興奮です。はい、レンズの度数で言うとマイナス6とかマイナス7とか 6.75 とかかな、それぐらいの度数です。結構目悪いです。俺のこのかなり低い視力を矯正できるのかっていう感じですけどね。はい、これビジョンプロサイズです。じゃあ開けますよ。何何何何これ。正しく位置を合わせればマグネットでスポーンってつくよと。でこれをなんかスキャンしようって書いてあるね。あー、なるほど。さっきのクッション W と W プラスあったでしょ、それをなんかスイッチしろって言われることがあるかもしれないから、そしたら変えてねみたいな。そうかそうか。ただなんかあのふかふか感を楽しみたい人は W プラスみたいな、そういうことじゃないんだね。あのこの目とこのディスプレイの距離を調整するための肉厚になったんだ。そっか。この元のレンズにこう上からはめる形になるから、これをきれいにしなきゃいけないじゃん。まずホコリを掃除して、でカチャンだね。もうちょっとライトシール取りますね。すっげえすっげえよくできてる。カチャンカチャンじゃん。うわ、簡単。あ、だからうちの小さに渡すときももうこれカチャンカチャンじゃん。いいんだ。だからこれレンズをどっかに入れときたいよね、これね。インサートレンズ用のポーチが欲しいですね。あー、はい、これでようやく準備が整いました。このさ、デュアルループバンドじゃなくてさ、最初やっぱりあれでいこうよ。これですよ、これ。これでいきましょう、最初は。はい、長々と開封してまいりましたが、ついに準備が整いました。これから、Apple Vision Pro 装着して、電源を入れてみたいと思います。瀬戸工事の動画。あ、これほんとね、気をつけなきゃいけないのが、ここ持っちゃうのよ、ライトシール。で、パコンって取れちゃうのよ。これほんとに危ない。俺は自分で気をつけられるけど、
他の人に渡すときは本当にこれを言って聞かせないと、落としてここ見てガラスだよこれ、パリーンって言っちゃうから本当に気をつけなきゃいけない。なんか画面収録とかまだね、だってこうつける前だから分かんないから、ちょっと俺のリアクションだけを見ていただく形になりますけれども、じゃあちょっと、はい、何にも見えなくなりました、いきます、えい、うわ、あ、なんかハマりが悪いな、もうちょっと上か、こうか、あ、だ本当にこれフィット感超大事だね、すごい絶妙なこう傾きとかを変えるだけでピタッときたから、あ、綺麗綺麗、見える見える、でここをプレス&ホールドトゥアライって書いてみます、ブヨヨヨヨヨン、あ、なんかグッと出てた、なんか俺の目を多分測ってたんだこいつ今で、ちなみに僕はまだ、あ、おお、来た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 、パススルー来た、あー、あれこんなもん、あ、明るくなって、あれ暗い、あ、こっち行くと明るくなる、あ、露出だ、うわ、ハロー出てきた、ハロー出てきた、そう、俺の部屋にハローが、すごい、俺の部屋にハロー出てきたけど、壁を貫通して、俺の部屋が狭いから壁を貫通してる、あー、これちょっと皆さんに見せられないのが残念だけど、あ、でもパススルー綺麗、パススルー綺麗って言ったけど、あ、こんなもんか、ノイズはちょっとあるね、ノイズ感は感じますね、なるほど。で今いつもあの iPad とかあの MacBook を買った時みたいに、いろんな国の挨拶が今こんにちは、にちはこんにちはって出てます。じゃあちょっとこれ皆さん見えないんでね、ちょっとこうサクサクいきますわ。 Bring iPhone or iPad nearby to get start、 iPhone か iPad を出しなさいって出てきました。 iPhone 出しました、お、すげえ、 iPhone 出したらほら設定画面が出てきてるでしょ、ロック解除して続ける、あ、フェイス ID が俺のフェイス ID 聞かない、パスコードしよう、これを見ろと、これ何だろう、何の作業なのか分かんないけど、コードを見ろと、はい、チェックマークつきました、 Look at your code to pair optical insert、 あー、そうかそうか、これだ、オプティカルインサート、この Zeiss の方についてたやつを見ろと、はい、 Zeiss のコードもチェックマーク OK 出ました、お、すごい、目を使ってマウスが目がマウス代わりなの、見た方を選択できると。で、あとは手のこれね、 Look at your hand to set up、 僕の手です、 Flip your hand over、 はい、こうしなさいと言われました。 Look at the dot、 あ、前にドット、白いドットが出てきて、で、 Tap your finger together to select it、 あ、目の前に白いドットが出てきて、それを指でさせて、はい、違う、 Tap your finger together、 あ、こうかこれでよかったみたい、え、ちょっと待って、あ、そういうこと、ちょっと待ってね、今何が起こったか話すよ。今ね、俺の目の前に6個点が出てきてるのね、 1,2,3,4,5,6 個点が出てきて、それをタップしろって言われてるの。これで選択は分かるんだけど、俺はこれをそのドットのところに持ってってこうやってたの、今こうやって。でもね、違うの、目なの。だから手はどこでもいいの。これ下とかにカメラついてるから下とかでもいいんだって。一応カメラに見やすいようにこうするけど、クリックはこれでいいのね、クリックはこれでいいんですよ。ここの位置でこれでいいんだけど、Look at the dot and tap your finger together to select it。 あ、そっか、 Look at the dot、 ドットを見て and tap your fingers together to select it。 そう、この手はタップするんだけど、こうする必要がないってことなんだ。すげえ違和感、見ればいいんだ。で、今6個のドットが出てきました。今上見ます、上が選択できました。じゃあ下見ます、下が選択できました。お、怖い、右下見ました、右下を選択できました、左下見ます。だから目なのよ。え、見たところを選択してんのがめちゃくちゃ怖いんだけど、恐ろしい。これが空間コンピューティングなんだ。アップルはこれを VR ゴーグルとか XR ゴーグルとかそういう言葉使わずに空間コンピューターって言ってるのね。だから今まではその板の上でやってたでしょ、あのディスプレイとか後ろにあるのも板だけれども、その板じゃなくてこれから空間なんだと。じゃあ空間をどうやってタップするんだ、マウスでやるんですか、マウスは平面上だといいけど空間をどうやってタップするんですかって、で目なんだ。すげえ。今ね、僕の目の前にはペルソナっていう画面が四角いのが出てきてて、あなたの顔をキャプチャーしてフェイスタイムとかした時にあなたのなんかペルソナっていうやつを作りますよみたいな、でセットアップしますかっていうのが下に出てるのね、2つで、左下がセットアップレーター、後でセットアップします、右下がゲットスターテッド、今からやりますっていう2つの選択肢が出てるんだけど、見るとそれが選択されるの。その
パッて光んのよ。見た方が。首じゃなくて、目なの。目がマウスになってる。メガマウスだ。いや、そういうことじゃなくて、これを外して、フェイス ID みたいに顔をこうやって見せるんだって。あー、でもちょい疲れ出てきてるぞ。まだ5分ぐらいしか経ってないけど、ここのおでこに重さがかかってる感じがするな。Remove Apple Vision Pro to begin capture. うわー、眩しい。俺メガネかけたいな、ここで。メガネかけてキャップ。はい。あー、俺の顔が出てきた。あ、Remove your glass ね。ほら、ライトシール持っちゃダメでしょ。ライトシール持っちゃダメだよ。Then tilt your head down. Next, let's capture your facial expressions. Smile with your mouth closed. Then make a big smile with your teeth showing. Now raise your eyebrows. Close your eyes for a moment. Capture complete. これでよかったの？これでよかったのかな？このバンドはね、ちょっと頭にこう上からかぶせる感じにすると俺はちょうどよくなるね。これ横からっていうよりは上から、斜め上からって感じだね、俺の場合。おお、出てきた出てきた出てきた。ちょ、これみんなに見せたいんだけど、みんなに見せたいんだけど、俺のペルソナが完成しました。ね、なんかすごい、あの、感情ゼロみたいな、なんて、あ、すげえ、あ、笑う笑う笑う。でも笑えないね、これ。ライトシールが頬骨にかかっちゃってるから、すっごい笑うとこのビジョンプロが上に持ち上がっちゃうんだよね。だからどうしてもこれ無表情になっちゃう。俺のペルソナめっちゃ無表情。なんだろう、2日ぐらい徹夜した後ぐらいの顔になってますね。そう、へへへって笑った時に頬骨が上に上がんないから変な笑い方に、口だけが笑ってる感じになっちゃってるっていう。あ、セレクトアイウェア、メガネも自分で選べるみたいです。あ、でもいちいちそっちを見なきゃいけないのが辛いね。今僕が見てるのは、目の前に僕のペルソナがいて、で、下にメガネのリストみたいのが下に出てるのね。で、それを選ぶために見なきゃいけない。下を見てメガネを変更すると、上にいる俺の顔が変わる。で、またメガネ変えるために下見て、上の俺の顔をチェックするみたいな。いちいち見るのがめんどくさいね。あ、目が疲れそうだね、確かに。いや、これはでもね、身体感覚が変わるね、これ慣れると。もうマウスでさ、さささささみたいな、そういう概念がないじゃん。そのうち全部動画編集もこれでやるようになるのかな。あ、マウス、あ、昔ありましたねみたいな。あれ使いこなしてたんですか、昔の人は、みたいな時代来るわ、これ。鼻をすすると、ですすると画面ブルルってなります。ブルルってなります。オプティック ID だ、交際 ID か、交際認証か。フェイス ID ならぬ交際認証。あ、パスワード作ってくださいだって。まあ MacBook で言えば、最初にこう立ち上げた時にやらされるやつみたいな。新しい Vision Pro として設定しますみたいな。多分これから今後はね、移行するとかそういうのも出てくるんだろうね。前の Vision Pro から新しい Vision Pro にデータ移しますみたいな。うわー、すげえ。そっかそっか。あ、今ね、俺ね、ウィンドウ動かしてんの。ちょっと意味わかんないと思うけど、ただ踊ってる人に見えるかもしれないけど、俺ウィンドウ動かしてんのよ、今。お、しかもウィンドウがこう、できる。まあこれはね、今ウィンドウ見て手で運んでんだけど、なんか、目で運ぼうとしちゃった。なんかよくわかんないね。慣れが必要だわ。これ未来だ。未来、未来来てる。お、上見ると、こう、下の、この下矢印みたいなのがふわんって出てきて、これタップすると、上からメニューが出てくるんだ。そっか。iPhone でいう、こう、上からシュッて、iPad とかも上からシュッてやるとさ、なんかいろんなセッティングみたいなシュッて出てくるけど、それは、上をこう目で見ると、三角が出てきて、タップなんだ。で、ここでいろいろ設定できると。プレスデジタルクラウン&オープンホーム。じゃあホーム開きますよ。ポン。うわぁ、アプリが出た。今皆さん目の前に、俺の目の前にアプリがあります。フォトとかフリーダム、ちょっとあの、画面収録したいんですけど、画面収録。この画面みんなに見せたい。あったあったあった。うわ、すっげえ、なんか、いくよ。ちょっとビューレコーディングするよ。じゃあ皆さん、見せますよ、この画面を。いきます。せーの。はい。ねえ。やばくない？やばくないというか、ちょっと待って、この画面をどう動かせばいいんだ？あ、これセンタリング変えるよ。これ長押しすれば、パッとここに出るんだ。はい、こんな感じになってます、私の画面。じゃあやっぱこっちにしようか。やっぱこうしようか。こうします。で、セッティングとか、今ね、俺目でね、目で追ってるわけ。
でセッティングをポンと押すとこんな感じで出てくるわけ。下にバツ出てるの分かる？この下の、今下の棒を見てます。でこれ押すとこう動かせるのね。こう動かせる。こうするか、分かりやすくいいためにこうしようか。で、これで前後動かせる。ほらすっごいこれで目の前に来るみたいな。こうするでしょ。でこの左下のとこバツ見ると消せるみたいな。すごい。何しよう何しよう。これでディスカバービジョンプロアップオープン、オープンノートアベラボ The App Store isn't available in your country or region。 あ、そっか、ここジャパンだから使えないよって。フォトズ、うお、すげえ飛び出てる。イマーシブ、うわー、あ、これが空間写真か。空間ビデオ、空間写真っていうのがあるんだけど、あー、なるほど。あ、飛び出てるわ。なんか本当に立体感がすごい。あー、すげえ、目で動かしてるんだよ俺これ。目でやってますからね。フリーフォームやってみるか。これだよね、無限メモだよね。どうやって書くの？下のツール今見てます。下のツールでペン持ちました。あ、これ楽かも。あ、全部目で選んでるの、やばくない俺。で書くのは、あ、こうか。これはこれはやりづらいな。これはやりづらい、うん、やっぱりこれはこれはね、ちょっと違うね。これはこれは明らかに iPad とかでやった方がいいですねこれね。はい、まあ一応こういうこともできるよと。左のエンバイロメントっていうところを見ました。これで、これマウントフット、アジャストイマージョン。Turn the digital crown to control how immersed you are an environment。デジタルクラウンをなんかしろって。うわうわうわ、さささってさ、今雨の音がちょっと聞こえてんだけど、これどっから聞こえてんの？あ、ここの白いとこがスピーカーになってんのか。あ、でここにさ、俺の部屋の分かれ目があるけど、これをこれでできんだ。うわ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 、すごい、見えてるみんな。うわ、全部にすると、うわーすごい、うわあーあー、これドラえもんじゃん、ドラえもんの世界じゃん。俺覚えてるわ、なんかあんま漫画読まないけど、ドラえもんの話であった。あの狭い部屋なのにすっごい広いなんかホテルみたいなのに見えて、でやったーって走り出したらガンってぶつかるっていう。ほんとドラえもんのあの話じゃん。できてんじゃん。でこれ押すと、デジタルクラウン押すとどの景色にしますかみたいな。え、晴れ、晴れ何これ。うわうわ、え、これってさ実際の場所で撮ったのかな。太陽昇ってきてんじゃん。沈んできてるのか分かんないけど、うわ、え、雲ちょっと動いてない？雲動いてる。うわ、あ、なんかここにさ、なんかあれ、これ岩かと思った。これ岩かと思った。すげえ、え、マジで立体的なんだけど。うわ、ほらほらほらね、岩が、岩の裏もちゃんと見えてるでしょ。うわ、怖いんだけど。ここちょっとサマーライトって何？何？ザザーみたいな。ちょっと明るさが変わったのかな。これちょっとよくわかんないな。カミングスーン、ザムーン。うわ、怖っ。ちょっと待って、怖い。月怖っ。上に何か見るの、あれ地球かな。地球もっとでかいか。怖っ、月怖月怖いんだけど。ちょっとこれでこうして、月をちょっと弱めの月にするみたいな。すごい、やっぱ全面がいいわこれ。全部で、うわ、後ろから何か来たらどうしようとか、あれここ空気ないんだよねみたいな。助手はツリー。いい、上空が、うわ、すごい、そこにある巨大な岩、うわ、ちょっと待って、そこにあるでかい岩って、俺の手がさこの世界にいるんだけど。この世界、今いるジョシュアツリーの、これどこの国か分かんないけど、ここの世界の中に俺の手が入ってる感じがちょっとやばい。手がこの世界に入っちゃってるから、俺その辺のもの触れんじゃないっていう感覚に陥ってしまう。すごっ、手が見えんのやば。お、来いや、
コイヤみたいな、動物コイヤみたいな。寄せ見て、寄せ見ていこう。あ、こっちか。うわー、雪だ。うわ、うわ、高い。高すぎる。高っ。うわ、雪だ。雪触りたい。雪触りたいよ。あ、すげえ。本当にその世界に行ってるような感じがあるね。うん。なんかでも全部が寂しい。全部がさ、だだっ広いところに一人取り残されてる感じで寂しいんだけど。はあ、なるほど。これどんどん増やしてほしいな。ホワイトサンド。うわ、白砂だ。向こうに太陽が。お、やっぱり自分の手が入ってくると本当にこの世界にいる感がめちゃくちゃ強くなる。肌触りとか風とかそういう気温とかそういうものは感じられないけど、なんかそれ以外は揃ってるって感じだね。結構この場所に来てる感じあるな。砂だしめっちゃ。あ、でもここで作業してる感じとかなんかめっちゃかっこいいかも。うわ、面白い。ちょっとこのモードもう終わるわ、怖いから。ハワイ欲しいな。もっとなんか賑やかなの欲しいな。この状態で仕事もできるんだ。で、これクリクリすると、自由自在にこれ変えることができると。あ、なるほどね。これで没入感の程度を、ほら今半分だったけど、没入感の具合をこれで調整すると。完全に見えなくなっちゃったらね、やっぱり後ろから人来たりとかした時困るから。なるほど。何これ、エンカウンターダイナソー。エンカウンターダイナソーあるじゃん。 Purchase couldn't be completed。 あ、なんかまだ何も俺できないねこれね。サファリ見てみるか。ヤフー見てみます。わー、すげえ。俺が見ている場所がバレる。これ俺がどこ見てるかバレる。やばい。俺今ね、セブン400円以下弁当増、なぜ。そうだね、そう、俺話したい。そう、400円以下の弁当増えてんのよ。あの、俺が好きな麻婆丼、すっげえ美味しい麻婆丼があって、そう、あれ370円なのよ。美味しいんだよね。で、そこのセブンの記事を見て見ようとしてるんだけど、低反発バットで弾丸1号になっちゃってる。ちょっと目の精度がここまで細かくなっちゃうと、だからウィンドウサイズか。右下見ます。そう、これこれ、下見ると今下の棒、左下見ると×で、右下見るとここに飛びます。でタップで、これででかくできます。はい。でもやっぱ文字ちっちゃいね。文字でかくしたいな。税込み399円の弁当の存在感が高まってる。そう、俺の中でもね、存在感高まってる。これちょっとスクロールがちょっとまだ慣れてない。どうやってやればいいのかちょっとよくわかんない。多分こうだけど、日銀マイナス金利解除を決定を見てるんだけど、なんかその下の記事になっちゃってるね。17年ぶりの利上げ。あ、ちょっと押しちゃった。あ、ちょっと難しいかな。マウス使いたいね。だからあれだね、この使い方はこの使い方、ちょっともうこれ消すけど、あとはちょっと待って、あのこのエンバイロメントなしにしたい。エンバイロメント。あ、ちょ、いらない。エンバイロメント。エンバイロメント。なしはできないの、なし。なしはこれすればいいのか。これでなしにすればいいんだ。ああ、そういうことか。アプリに戻って。はい。今、現実が見えるようになりました。この使い方は、この使い方でできる。アプリもいろいろあるらしいんだけれども、やっぱり編集をこれでやるのはちょっと変だから、MacBook につないで、どうやって MacBook につなぐんだろう。ああ、ソフトウェアアップデートとかしなきゃいけないんだ。ちょっとじゃあ今日はここまでにします。ちゃんと画面収録ストップして、ストップするよ。ポチ。瀬戸康史の動画。抜きます。あー、眩しい。あー、やっぱちょっと暗いんだ。この中で見てる画面は結構暗いってことが分かりました。すごい眩しい。あー、どうですか俺の顔。あとついてんねー。ここ。はい。いやー、ちょっと今日はこの辺にしとこう。もうあんまやりすぎてもあれなんでね。ということで、じゃあちょっとまとめましょう。今、まあ、とりあえず初めて経験してみましたけれども、本当に、おー、おー、ええやんって感じ。ただ、ええやんとはなったけど、すごい、うわー、ここにいる気分だ、みたいな、その途中でエンバイロメント、環境を変えて、うわ、砂だとか、なんか言ってたけれども、それって今までの、ね、VR のやつでも、なんかそういうね、サメが襲ってきたりとか、うわ、ここすげえ、部屋じゃないみたいな経験はできたから、それとめちゃくちゃ違うかっていうと、俺はまあ、まあって感じ。うん。なんか圧倒的にすごいみたいな、っていうのは今のところはちょっとあんま感じてないです。とにかく驚いたのは、目で選択して、指でタップするっていう、この空間を選択するっていう新しい、やり方ね。これが、
すごい一番違うとこかなって思いましたね。びっくり、あ、もう身体感覚変わっちゃうじゃんみたいな。パソコン作業といえばこのパチパチでマウスでみたいなのが当たり前になってるじゃん、仕事する人とかでも。だからこれじゃなくなっていくってことだね、まあこれが普及すればね。でも目がやっぱ疲れるから、そっち見なきゃいけないからさ、なんか周辺視野でなんとなく見つつみたいなのができず、ちゃんとそこ見て、押すっていう作業をしなきゃいけないから、やっぱ目をこうなんかあっちこっちあっちこっちやんなきゃいけないっていうところにはだんだん疲れが出てくるかもしれないなと思った。あとまあセッティングがうまくできてないのかもしれないけど、ちょっと 目の、 その選択がすっごい細かい、さっきのヤフーのページの上の記事か下の記事かみたいなところで混乱したりとか、あとなんかただ文章読んでるだけなのになんか選択しちゃったりとか、目で見てタップするっていうね、こういう操作方法が、まあ、いい場合もあるし良くない場合もあるって感じかな。まあ得意不得意があるってことかな。お絵描きなんか明らかにこういう平面にこう描いた方がいいしね。だってさ、あれすごいんだよ、こんなものはめなくても見えるんだから、すごいでしょ。だからこれに慣れちゃったら逆になんでこれはめなきゃいけないんだみたいな。え、板ってすごくない、はめなくても画面がここにあるんだよみたいな、物理モニターの素晴らしさみたいな。俺も最初から言ってたけど、こいつの凄さ、だって顔痛くないんだよ。まあ、今んとこだけど、全部が全部一気にこれに置き換わっちゃうみたいな心配をする必要は全然ないと思うので、なんかもうディスプレイって買っちゃダメなのみたいな、もうなんか MacBook とか iPhone とかってもう時代遅れなのかなみたいな風に思う必要は全くないと思います。やっぱね、ちっちゃくしてほしい、すちゃみたいな。はい、ということで今日はもうちょっとね、疲れちゃったんで、またしばらく使ってみて、ここはこうだったよみたいな、こういうのがすごいよっていうのを言えるといいかなと思います。はい、ということで以上、瀬戸康史よります、Apple Vision Pro 開けてみて初めてつけてみたファーストインプレッションでございました。近いうち日本でも発売されるかもしれません。気になる方はぜひチェックしてみてください。ということで以上、瀬戸康史でございました。じゃあの